アドガモチーズバーガー。ベランダからの眺めはこんな感じですね。着きました。ベッドホテルトマトです。ね、前はあの駐車場まで迎えに来てくれたんですけど、今はここまで届けられます。チャビコロちゃん、チャビちゃん、チャビちゃん、いい子見せて、コロのね。チャビから、チャビ。さあ、チョビコルちゃんも預けました。次は車預けます。来ました、ニコニコペッテ、ニコニコパーク。大丈夫です。リュックは積んでくれたんですね。沖縄ピーチで行きたいと思います。ピーチはバスです。沖縄着きました。沖縄は晴れてます。気温は21度らしいです。はい、今日はトヨタレンタカーです。受付も終わったので今車の配車待ちです。お昼はですね、何バーガー、チムフガスっていう、ハンバーガー屋さんに来ました。ちょうど空港の近くなので飛行機が目の前を着陸します。アドガボチーズバーガー and コークチムフガス、いただきます。デザートにマラサータドーナツ食べに来ました。ココナッツ、キャラメルシナモン、キャラメルシナモン、キャラメルシナモンです。ベターはプレーンです。プレーン、うん、もちもちじゃね。本場の味がする。Thank you.
シース、これシース。ザ・ビーチリゾート、そそこ、ヒルトン。参りましょう。はい、到着しました。ここはですね、ヒルトングランドバケーションの、タイムシェアの、日本にある沖縄、瀬底の、ビーチ リゾートになります。でタイムシェアのコンドミニアムなので、こういった形でキッチンですね、ついてます。食器なんかも全部ついてます。そしてここがダイニングとリビングと、テレビがあってですね。で、寝室が、こんな感じです。ベッドルーム。で、バスですね。で、眺めですけど、ここ、今回ですね、一応3階なので、そんなに高いフロアじゃないんですけど、はい、ベランダからの眺めはこんな感じですね。まあまあいい眺めではないでしょうか。で、あっちに見えるのが、ヒルトンホテルですね。でヒルトンホテルの方はいろいろレストランもやってるし、プールもあるんですけど、こっち側の建物は、コンドミニアムになってるので、レストランとかはないです。まあ、自炊するか、あと1階に、ちょっとした売店があるので、そこで何か買って食べるというような形になります。はい、ということで、とりあえずちょっと1回休憩したいと思います。はい、デイ2は、ゴルフからスタートです。いい天気です。で、あっちの遠くに見えてるのが、今泊まってるヒルトンですね。ちょうど見渡せる、これ2番ホールに来ました。さあ、ちょっと寒いですけども、日が照ってきたので、これから暖かくなると思います。来たぞー、違う海に水族館。最高。 Go, 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 go.